いいよいいよ、そのままブルファングばっかり狙ってくれ。いいよいいよ、激しく切りつけて。よしいいぞ。なるほど、レッドが結構溜めてきてるな。ちょっとやばいかな、これは。防御体勢を取った方がいいですね。よし、102。変えるか、そこで変えるか。溜めて。あー、どうしよう。どういく。固めようか。でもな、多分攻撃してくんねんな、あいつ。防御しとこうか。ゼシカ危ないから防御できます。で、ククールはスクルトで防御を上げていこう。レッドオーガの攻撃が誰に当たるかですね、問題は。ククールか、やばいぞ。おお、いいぞ、いいぞ。いいですね。ファントムマスクの効力ですね、これは。ファントムマスクという装備をね、実はつけてまして、ククール。回避率が上がる装備なんでね、こうやって回避結構してくれます。じゃあ2段階まで溜めて攻撃していこう。ゼシカ。ゼシカはバイキルトで、ヤンガスを底上げと。プールは呪文スクルトで防御力を底上げと。とりあえずこっちも体勢固めていきましょう。凍てつく波動とかそういうね、補助効果のある呪文とかをね、なくす攻撃はしてこないんで、雄たけび攻撃だけに気をつければ多分いけたと思います。よーし、いいぞいいぞ。食べてってくれ。おー、集中攻撃。いった。刃の鎧の追加ダメージと。想定まずはブルファングに当てましょう。で、ウサギ、15スパーク打っとこうか。全体攻撃ですからね。カメラ映りもいいですしね、15スパークはね。はい。で、どうしようかな。どうしよう。バイキルトで、ウサギにして、呪文の能力は上がるんかな？ちょっとわからないですけど。で、スクルトか。よしよし。おっと、呪文跳ね返しちゃったか。こうやって味方の呪文もね、跳ね返すとこがちょっとネックなんですけども。おっと、やばいな。もう18のダメージ。おいし、アンガス。お、守備力が元に戻りましたね。さあ、行きます。本邦初公開、ジゴスパークです。これなかなかね、ムービーというか映像かっこいいですね。638、なかなかいいぐらいに食らってくれましたね。じゃあ、装填マザン。よいしょ。682、いいね、いいね。結構いい感じですよ。で、このままテンション溜めずに行きましょうかね。ジゴスパーク。ジゴスパークで押していこう。ゼシカも攻撃でいいやな。いいよな、もう。よし、メラゾーマで攻撃。クールは、一応ね、ベホまで、ウサギを回復させましょう。よし。メラゾーマ。100食らうってほしいな。114、いいよいいよ。さあもう一回ね、地獄の底から雷鳴を呼びましょう。これね、映像かっこいいですよね、このムービー。204、いいね。通常でもこんぐらい食らうのかな。結構いいですね。よいしょ、62。スクルトの効果はでかいですね、やっぱり。さあ、相変わらずのね、装填マザン。さあ、どんぐらい食らう。おう、200、いいね、いいね、200食らうか。じゃあもう一回装填マザンを打って、主人公、もう、ジゴスパークもう一回打ちましょう。ゼシカもメラゾーマ。ククールも攻撃に変えましょう。普通にハヤブサ切りでいいかな。ハヤブサ切り行きましょう。うん、85。しょぼい。ククールいつもしょぼいな。ちょっとね、これはどうにかしたいな。まあ大体、呪文とか、補助でやってくれるんやからいいかな、別に。よし、メラゾーマ。燃えるねえ。110。おお、そこで溜めてくるか。なかなかやるな。これでとどめ行きたいな。よいしょ。おー、硬いなー。なかなかやな。ブルファング結構あっさりやられたのにな。
じゃあもう同じパターンでいきましょうかね。よし。おーし、87。やけー。強いな、結構。おーし、いいよ、いいよ。クールいいですね、なかなか。ひらひらかわしてますね。よし、ジョースパーク。よいしょー。はい、というわけで。かっこいいとどめの仕方でいきましたね。よかったよかった。レッドオーガーを倒しました。おお、レベル38に上がりました。結構増えますね。よしよしよし。6ポイントのスキル、いいですね。じゃあ、このスキルを100にして、あと人情に割り振っときましょう。よし。キングオブデストロイヤー。烈風獣人斬りを覚えました。かっこいいですね。烈風獣人斬り。漢字ばっかりっていうのがいいですね。ごめんね、お兄ちゃん。私をかばったばっかりに。でも私泣かないよ。ここで泣いたら、私を守ってくれたお兄ちゃんに笑われちゃうよね。私強くなるよ。そして立派にパパの後を継ぐわ。お兄ちゃんも天国のパパと一緒に。ギャー、生き返った妹よ。一人漫才はそれぐらいにしよう。最初から死んでなどいない。少し気を失っていただけだ。ふん、何が気を失ってたよ。いつまでもたぬき寝入り続けるから、ちょっと芝居を打っただけよ。そうか、バレバレだったか。私が死んだらお前が悲しむかどうか、ちょっと試してみたくなってな。当然悲しむよ。は、二人っきりの兄弟なんだから。そう、二人きりの兄弟なんだ。当然お前が死ねば私だって悲しむ。特に今回はかなり危険だった。あと少し到着が遅れれば。妹よ、お前は魔物の餌食だったんだぞ。ごめんなさい。今回はどうしても貸したかったのよ。お兄ちゃんにはいつも負けてるから。でももういい。パパの後継ぎはお兄ちゃんに譲るわ。どうしたんだ、いきなり。随分諦めがいいな。助けてもらったし、今回だけは譲るってこと。でも次の勝負があったら絶対に負けないんだから。てなわけで、試練の扉まであと少しだから、お兄ちゃんの護衛の君たちもちゃんとついてきてよね。というわけでね、仲直りしてくれましたね。よかったよかった。無事助けられて。じゃあ試練の扉の方行きたいと思います。おー、なかなかいい家になってますね、二人ね。これが試練の扉か。これを開けば、課長の印が手のひらに刻まれるんだな。おっとえ、あっちち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 。くっそ、まるで焼き印だな。こんなのを両方とも開かないといけないということか。あら、どうしたの、お兄様。それだけで、その邪魔じゃ。その邪魔じゃ。両開きの扉を一人で最後まで開けるなんて無理なんじゃない？そういえばお兄ちゃんってさ、ちょっとした怪我でも痛い痛いって大騒ぎする癖あったよね。ふん、言ってくれるじゃないか。だったら妹よ、お前もここに来て、この扉を開けてみるか。別に構わないわよ。でもいいの？二人で扉を開けたら、課長の資格を持つ者が二人になる。また喧嘩の種になるわよ。しまった。だが男に二言はない。いいだろう。二人で父さんの後を継ごうじゃないか。さあ来いよ。せっかく一人で課長になれるチャンスを、棒に振るなんてバカね。後で悔やんでも知らないわよ。じゃ、そっちは任せたぞ。うん、任されたよ。あちちちち、痛い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 、熱い熱い熱い。なんだもう泣き言か、妹や。さっきの余裕はどこへ行った。ああ、しんどかった。早く帰って手のひらの火傷の手当てをしたいよ。帰るにはこの奥の部屋でご先祖様のお言葉を賜った後だ。君たちも中に入ってくれ。この奥に魔物がいるかもしれないからな。お、ヤンガスが触るんか。それなんか違ってないか。お前何もしてへんやろ。お、来ました来ました。よくぞ、たどりった。我が血、
いや、見事継承の試練を捨てた我が一族の聞かせ心して、はい、そなたの体には古のも下の問い打ちが流れている。一族の血を決して絶やすな。我ら大いなる使命を受け継ぐ者、我ら一族の血が続く限り世界の平和は保たれるであろう。今のがご先祖様？どうやらそうらしい。あの水晶が秘められた魔法の力で我々にご先祖様を見せてくれたんだ。一族の血を絶やすなって言われても、うちらは拾われた子だから、土台無理な話をね。土台って言うん、そう言うんか。パパが殺された時点でギャリング一族の血はぷっつり途絶えちゃったわけだしさ。ま、私たちは私たちにできることをしようじゃないか。カジノをもっと大きくするとか。とにかくご先祖様の言葉も聞けたことだし、あとは町へ帰るだけだ。帰りもしっかり護衛を頼むよ。というわけでね、無事に戻ってこれました、ベルガラックに。なんだ、どういうことだ、どうして二人一緒に。これじゃあどっちが勝ったのか分かんないじゃないか。ちょっとちょっと、バカなことを言うんじゃないよ。二人一緒なんだから引き分けだよ。おいおい、勘弁してくれよ。決着がつかなかったってことは、カジノの再会は延期かよ。聞いてくれ、みんな。見ての通り、勝負は引き分けだ。だが、父の後継ぎは決まった。パパの後を継ぐのは私たち二人よ。二人で一緒にパパの後を継ぐわ。しきたり通り、龍骨の迷宮でギャリング家の家長の証をこの通り刻んできた。おおお、あれは死んだギャリングと同じ形の火傷の跡だ。確かに間違いねえ。俺っちはよく酒場でギャリングにあの火傷の跡を見せてもらったぜ。それともう一つ嬉しいお知らせがあるわ。私からカジノ、あ、私ちゃうわ。明日からですね。明日からカジノを再開します。うおー、やったーこの日を待ってたぜ。さてと、護衛を務めてくれた君たちにお礼をしないとな。だが、私も妹ももうくたくただ。お礼は明日渡すから、今日は屋敷に泊まっていってくれ。はい、ウサギたちはフォーグとユッケの屋敷で体の疲れを癒しました。おはようございます、ウサギさん。起きていらしたんですね。ご主人様がお呼びですので、支度ができ次第昼間ちゃう今の方へいらしてください。空見多いな、俺結構。よし、じゃあ行きましょうかね。まあ、無事ね、こうやって兄弟仲良くね、後取り慣れたんで、よかったんじゃないでしょうか。寝心地は良かったです。そりゃね、良かったですよ。そうか、それは良かった。私も久々に自分のベッドで眠れたおかげで、すがすがしい朝を気持ちよく迎えることができたよ。龍骨の迷宮行ってる間の、寝食かな？寝食は最低だったからな。日常のありがたみが身に染みるよ。無事に戻ってこれたのも、諸君らのおかげだ。ありがとう。君たちは命の恩人だよ。もし君たちが護衛でなかったら、私たちは死んでたかもし、死んでたかもだし。ま、危ない目にあったからこそ、お互いの大切さに気づいたんだがな。これからは兄弟仲良くやっていくよ。これからも喧嘩するけどね。そうそう、君たちへのお礼としてカジノのコインをプレゼントするわ。コインは600枚用意した。カジノは、今朝再開したから、暇な時にでも遊びに行ってくれ。おお、いいねいいね。カジノのコイン、あ、持ち物には入らないんですね、こうやってね。そっか、よかったな、お前ら。なんかもう喧嘩するなよ、まったく。まあ、こうやってね、無事よかったですね、こうやってね、追われて。まあ、動画自体はね、まだまだ続くんでね、これからも物語進めていきたいと思います。
行っちゃったね。これでお別れか。彼らと出会う前はまさかこんな結果になるなんて思いもしなかったよ。二人揃って父さんの後を継ぐなんてな。今にしてみればお互いが自分一人で後を継ぐと言い張っていたのだが嘘みたいだ。人間の気持ちなんか案外簡単に変わるものなんだな。このね、このユッケのなんか角度いいですよね、顔の。ちょっとお兄ちゃん、突然心変わりしてやっぱり一人で後を継いだいとか言い出さないでよ。私不安だわ。そんなことは絶対に言わんよ。この手のひらの印に誓って。じゃあ私もこの家長の証と。このシーンいいですね。パパに誓うわ。兄弟二人で力を合わせギャリング家を継いでいっていくのね。ここで鳴るか携帯。めちゃくちゃいいシーンで携帯鳴ったのめっちゃ残念や。撮り直したい。うわマジで。もう絶対コメントとかに書かれるわ。うさぎさんざまーとかね。うさぎさんマジありえないです、ショックです僕みたいな書かれるわ絶対。もうすいません、本当にすいません。すごいね、いいシーンでね、ツッツッテ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 とかねなっちゃって申し訳ないです。まあまあこれも実況動画のね楽しいところだと思って動画勘弁してください。今度からこういう感じのねこと絶対ないようにマナーモードを絶対しますんで、本当に皆さんすいません。まあまあ本当これもこういうこともねアリーノのちょめちょめうさぎの実況プレイですよね。笑ってみんなごまかしてくださいね。本当にごめんなさい、すいません次回から本当注意します。それではね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございましたさよならごめんなさい。